結んだ後にこの交差の帯をはめた仮紐をここで外します。はい、そうしましたら、はい、ここで、はい、いろいろな結びがありますので、それぞれの好みで結び方を、はい、これは研究なさってください。これは一つの、はい、例になります。はい、ここでここから、はい、帯揚げをいたします。4等分に、はい、このように畳んで、はい、ここで、はい、このように持ってきましたら、はい、このまま、はい、もう一度中心ちょっとこう折りまして、はい、こう一つこうタックを取るようにいたします。はい、ここで、はい、この端を、はい、帯と縦締めの中にこのように入れ込みまして、こちらも、はい、ここで4等分に、はい、折りまして、はい、ここで、はい、ここに来ましたら、はい、ここで襟合わせのところから、しっかりここに入れ込みまして、はい、ここでちょっと、はい、飾りを作りたいと思いますので、はい、半分に折って、これをこう3等分、はい、から4等分にこう交互に畳みまして、はい、この端をここで二度掛けしまして、はい、ここの部分は、はい、中に入れ込みまして、ここでゴムをかけたところから、はい、このように、はい、開きますと、はい、こう簡単な、はい、飾りができますので、はい、ここで、はい、少し折ってタックを取って、はい、上を少し下げまして、はい、こんな感じで、はい、表面1枚だけでタックを取って、はい、この横を下ろしますと、はい、簡単な、はい、飾りが作れます。はい、こんな感じです。はい。